どう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 。よいしょ。この辺あったかいな。マジで？俺結構寒いんだけど。多分ね、俺のとこが直だからだ。ああ、なるほどね。エアコン、方向変えれる。変えればいいんだけど。なんか、下が冷えてる気がする。そうだね。底冷えっちゅうのかな。ちゅうのか。なんちゅうのかな。江戸っ子？どこだよ。そこびえちゅうかなんちゅうかな。そこびえでいいね。あ、いい。インちゅうかな。インちゅうかな。お腹減ったな。調子はどうすか。え？調子は。あ、聞くの早くね。結構まだ全然。本当。まあ書き始めてはいるけど。うん、なんかでも聞いてたらやっぱサビは更新を変えた方がいいかなとは思って。なるほどね。まあそうだね。全然あのサビまで行ってないから全然大丈夫なんだけど、なんかずっと同じの来るなっていう感覚はしただよね。確かに B メロが一緒だもんね、うん、一応今ねちょっと恐竜の声入れてイントロのイントロのイントロイントロドン。はい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 みたいな感じにしてみました。続きも聞いてみようかな。ここなんかあった方がいいかもね。ここさなんかさ、うん、ジャーンでいいんじゃない。ワンコードジャーンジャーンでいいんじゃない。最初なんかジャジャジャカジャジャンってずっとやってるからなんかさ。ああ。ってことはバックのドラムもあのそういうビートじゃないやつってこと。なんか同じ人いるなって感じしちゃう。まあ同じ人だもんね。コッペだもん。なんか別に進行が変とかないけど、なんかずっとジャン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 ってやってるから、うん、なんかすごいつまんなくは聞こえるなっていう。まあじゃーん伸ばし伸ばしじゃーん。伸ばしじゃん。こっちじゃん。こういうことだよ、ね。うん、そうそうそう。これだけでも違う。なんか今日小ネタ多いな。恐竜っぽかった。小ネタ多いな。もうなんかあのハンバーグ師匠みたいなさ恐竜版やればうんちく挟んでく最後なんかバヤーンみたいなで恐竜って叫ぶんでしょ。うん、どう
いや、2番煎じすぎるだろ。でも恐竜くんっていうね人いるんだよ。へえ、さかなクンの恐竜版。そうそうそう。で本当に恐竜の、うん、あの博物館とか行くとその人がナレーションしてたりする、うん、なんかその恐竜くんだったかなみたいな人いるんだよね。なるほどね。俺確かツイッターフォローしてるけど。してんのかい。いや、いるんだよね。でも別にフォローとかしてないけどっていう感じかと思って。してるんかい。してる。ほら、恐竜キュンキュン。本当だ。しかも結構フォロワー多い。まあやっぱ子供から大人気でしょ。しかもなんか普通にあれなんだね、いい大学出てる。なんかカナダのアルバータ大学卒業らしいですよ。そうなんだ。そのアルバータ州が何なのか分かんないけど、うん、で発掘された恐竜がアルバートサウルスっていう。ああ、アルバートサウルスね。アルババートルパートサウルスね。ル違う、それ違う。恐竜くんってでも確かに魚くんだよな、マジで。うん、魚くんか高菜さんか。かぶり物はねしてないと思いきやね、いつもこのこういう帽子をかぶって。ハンバーグ一緒じゃん。伏線回収したね。うん、びっくりした今。バーグやんと思ってバーグって呼ぶやついる。このこれね、西部劇みたいなハットね。あ、今年も恐竜博があるんですね。マジでさ、うん、ショックな出来事があったんですよ今恐竜博で思い出したんですけど、はい、あの僕が大好きなゲーム配信者、うん、加藤純一さんが、はい、リアルイベントやのね、うん、あのゲーム大会をオフ会、うんうん、ゲーム大会やるからそれをか見に行きたかったの、うん、いやこれチケット取ろうっつって昨日思ってたんだけど、うん、昨日発売だったから、うん、俺パンスプも行きたいのよ、うん、パンクスプリント、うんうん、なぜか日程かぶってんの。パンスプあれじゃん、マイケミと。そう、マイケミ来るから。サンゴジンでしょ。いやマジでさ行きたかったのに、もうどっちに行けばいいか分かんなくなって、うん、今取れてない俺は。どっちも、うん、ダメじゃんいやだからもうなんかどうしたらいいか分かんなくなっちゃったの。パンスプ行くとしたら誰と行くの。まあ適当に誘っていくけど、なんかいやまずね、俺の中で組み立てとしてはゲーム大会の方は、うん、毎年あるやつじゃないから絶対行きたかった。あー確かにね。そう、もう時期もんだから、うん、パンスプいやでもなーみたいな、出る人があるしなーみたいなので。俺もサンフォーティーワンとあれぐらいしか、マイケミぐらいしか知らなかった気がする。でもなんか1日しかないんだよねパンスプ今回、うん、いやなんかそう俺もね一瞬思ったけど、なんかでも微妙だなと思った。いやでも微妙とは思わないけど、本当に行くってなったら杉田誘おうと思ってたけど、うん、それで俺が一歩たじろいじゃったのよわーってなって。あ、フォーリミね。フォーリミ出るんだね先輩。あ、そっか、ドラムの人ね。あ、シンプルプラン出んの。そう出るよシンプルプラン。あれ、あれ大阪だけだっけこれ。え、そうなの。あ、で出るわ東京。あれあれパラモアが大阪だけだっけ。え、そうなの。うん、パラマ見たかったな。てか3月か。そう、3月25、26。うん、意外と地形。そうなの。あ、よかった空いてるわ。まあ取れるのかって話はありつつね、まあ、取れるかパンスプは。うーん、どうなんだろう。どこでやんの。幕張。うん、だからどっちも幕張なのよなぜか。え、同じ場所のその幕張の内で違う。多分そういうことなんだと思うんだよね。はしごできる。いやだから多分パンスプとかだとさ出ても大丈夫そうじゃん。あ、だから大会の方席決まってるから出れん気がすん。出れんってか、もう一回入れん。再入場ないよね、うん、あれに。だからどうしようと思っても何でもねえのでもね。じゃあもうって感じ。じゃんけんで、うん、自分とじゃんけんしたら右手が勝ったらパンスプ。怖い怖い言ってること怖いって。最初はグーじゃんけんぽいずっとアイコやってそれいやマジで。いやでも悔しくない。なんかいやでも
難しいね。マイケミとサム41でしょ、うん、でまあフォーリミシンプルプラン、え、何でその東京と大阪のさ、うん、あれもう発表されてんの？何を？さ今このチラシになってるのはどっちにも両日出るっていうことなのかな。あ、でもサイトには一応書いてあるよ、こっちでこれ出るよみたいな。あ、そう。でもほぼ同じだけど、誰が出ねえんだ。ザ・インターラプターズっていうのが東京だけだ。なんかあんまり追ってないからもう分かんないんだよね。あんま分かんない。でも逆に大阪だけがいないな今んとこ。あ、そうなんだ。でまだね、こんだけしか発表されてないからね。そうだよね。マジで。しかも25、26。え、でもパラモは別にどこにも載ってなくね。あれ、パラモって聞いたんだけどな。じゃあパラモがシークレットでこの後追加されるんじゃない。そうなのかな。うん、しかもドンかぶりなんだよね、25、26っていう土日ね。うん、最悪です。いや、マイケミのさ今最新のアーシャ見たけどさ、うん、分からんってこれマイケミだって言われんかったら。確かに分からん俺見てるけど誰ってなったもん。なんか昔もっとさ、うん、なんつうのグリーンデーに近いというか、なんかあれ、うん、メイク系じゃなかったっけ。メイクしてたね。してたよね。もう今こんなんなっちゃって。え、でもサム41見てえな。見たいね。これいくら？あれ VIP で2万じゃない。 VIP、 あ、なんかあるんだね、ま、たうん、普通だと1万ぐらいじゃない。あ、1万4000円だ。おお。で、ゴールドだと2万だね。あ、ゴールドチケット、本当だ。ん？特典グッズ付きの専用閲覧エリアありか。そう、観覧か。で、1万4000円の方だとそういうのがないってことか。うん。まあ行くならゴールドだな。じゃあ。だって6000しか変わらんぞ。まあね。これ倍だったら考えるけど。ああ。この差だったらなんか出しといた方がなんか。満足。まあね、行ってそのなんかごっちゃごちゃしてる一般のところで見るよりは、ね、うん、あと6000円出してって感じだよね。これって予約ってなんかあのなんだっけ、スイカじゃなくてなんだっけ、あれパソコンじゃなくて分からん、 なんとかチケットみたいな、そういう専用のあれで取るのかな、うん、あ、そう思い出した。E プラスだじゃない、多分。そう、今 E プラスのリンクがあった。うむ。ん？とりあえず抽選だけしとくか。あの、どっちの？ゲーム大会の方は。おお。東京と大阪でチケ代が違うんだ。面白い。あ、そうなの？大阪行くの？なんかね、2000円だけ低い。あの大阪の方が。ゴールドが1800、あ、1万8000円で。一般が1200円、一般に2000円。なぜか押せない。なんでだ。チケットを申し込むがある。押してみよう。こんなことやってる場合じゃないんだけど、うん、オフィシャル選考受付中、申し込む。これ勝手に申し込んじゃうとでもややこしいね。こんなことしてる場合じゃないんだマジで。じゃ申し込むボタンまで押してみよう。お腹減ったな。なんか食べる？そうね、食べながらやる。今日時間があれなんでね、普通の時間にやってるんで、呼べるで今日は、うん、食べながらできる。できる人、食べながら。確かに。俺できる人。まあ俺もできるけどね。
そう。え、これってもうこれで申し込む、押したら申し込むになるのかな。あんで、あのチケット用意されたらそこから支払いだよ確か。うーん、支払い期限はある。じゃあ一旦申し込むにあのしときゃいいっていう話よね。あ、もうゴールドない。嘘。ほら一般しかない。わお。どうする、どうする。いや俺も申し込んどこうかな。一旦申し込んどきゃいいんじゃない。確かにね、それはそう。そんなやり方していいのか分からんけど、まあでももしこれで受かったら、うん、受かったらってか、あの、まあ、別に通ったら一般の方で行きゃいいっていう話、うん、そう。問題なのはさ、その、え、加藤純一さんのやつも申し込むの、うん、申し込む。それも両方受かった時だよね。それはもう本当に俺は一級になる。一回考える一級として一級になるって何かと思ったの。なんかまあいいや、一旦なぜかハイパーゲーム大会だから一般チケットでしょ。一般チケット、え、じゃあこれさ、1でも 2枚にした方がいいのかな俺は。ああ、いいんじゃない。なんかでも別にさ、パンスプなんてさ、うん、みんな行くやろって思うから、俺結構複数枚でいつもやっちゃうよこういうのそういうことね。あ、今ログイン画面が出てきた。え、なんで押せないんだこれ、めんどくさいな。枚数選択してるやん。ん、マジでこんなことしてる場合じゃないんだよ。え、そうなんだよ。え、ログイン、ちょっと俺何か食べるために検索コーナーする。何食べたい。マックかなとか言っちゃってマックかなってやだねまあ何系かだよね。でもほん、え、なんかそばとかも確かにあると思うよ。いや 俺はそば食いたいけど、そばとかうどんとか、ちょい二日酔いだから。ちなみに俺は昼は寿司を食ったんだよね。うん、うん、夜何食おうかな。俺寿司とそば別に何もあれだぞ、ぶつからんぞ。確かにね、夜は何食べようかな。うーん、なんかそばうどんもでもいいよ、いいもんだよね、いいもんだよね。そばか、あとはね、うん、俺唐揚げ弁当とかなんか食べたいな。おお、そのぐらいかな。なんか食いたい。いや自分ので見れるだろいやなんか今俺ちょっとE プラスをやってるからさ、ログインのあれ何だったかなと思ってメール。あー、うん、あ、これか、来た。うどんもいいね、おいしいから。ホットモットとかもたまに食べたいんだよな。わかるわかる。ホットモットあんのかな。おったおった。ほら、ほんとだ。あー、そこね。はいはいはい、まあ、確かに近いっちゃ近い。そうなんですよ、ホモ弁なんだっけ。クレジットカード決済がないだと。マジで。なんかこれしかない、コンビニ決済しか。おお、めんどくさいね。うん、あんじゃん、あんじゃん。うどん、そばか、唐揚げ。でもなんかホットモットちょっと懐かしい気持ちがしちゃうね。ホットモットにする。うん、ホットモットあり。ね、なんか地元にさ、うん、ほか弁あった。ほっかほっか弁当。うん、ほっかほっか弁当ね、うん、あれって別にホットモットとあれだよね、何も関係のない。関係ないんじゃない。競合他社みたいな感じだよね多分。懐かしいな。でもなんか東京来てからだよね、オリジン弁当とかそういう、うん、ね。でもまあ一番近いのはやっぱホットモットじゃない。うん、オリジンって地元ないないよね多分。あんのかな今は。オリジンあんじゃないさすがにうわ迷うなこれ。迷いますね。
このラインナップは。カレー食べたいかもな。でもここでわざわざ期間限定つまん。ああすき焼き重はすごい。じゃ重そうだよ、ね。チキンカツ&生姜焼き弁当。チキンカツ&生姜。ワンパクだねー。ね。うわ。これワンパクですよ。すげえ全部茶色だったね。うん。これワンパク弁当です。これすごくない？あでもそんななんだ。そんな大きくないんだね、これ。なんかパッと見クソでかそうだけど。確かに。いや、でかいのかもしれん。ああ、お得なだけ？うん。まあ、こんなもんですよ。いや、のり弁うまそうだな。うまそうだね。むずい、マジで。ね、弁当ナポリタンって何？下がナポリタンなんじゃない？いや、ご飯とワンパクです、これ。ワンパクだね、それも。うん、これもワンパクですよ。ビッグのり弁。ナポリタン、うん、これわんぱくだよ。これうまそうだな。でも高校生好きそう、うん、しかも860円。ああ安い、ね、多分もっと安いんでしょ、ウーバーじゃなかったら。ああそういうことか、うん、確かにね。どれがいい？あんた、でもおろしチキンみたいなのあったじゃん。あったあったあった。おろしチキンもうまそうだし、でもむずいね。むずいマジ決まんね。え、梅干しがあった。梅梅あ、ごめん俺の見間違いかもしれない。梅はなかった。見てないよ、うん。カレーもいいよね。カレーな。うん。そうか。うわあ、黒酢酢鶏。豚じゃねえんだお前。それもありだね俺は。いや、ワンパク行くか迷うな。ワンパクナポリタン。ね。しかもなんか。古き良きナポリタンな感じするよね。そう、そこがまたスパゲッティな感じするよね。わんぱくすぎるな。醤油とかもなんか味が、うん、多分こののり弁側でしょ。あ、そっちか。醤油かな、普段ののり弁って。どっちなんだろう。醤油だね、俺は。醤油だよね。なんか、うん、オリジンはなんか醤油しかついてこない気がする。なるほどね。どうすか、ファミリーメニュー。これしかナポリタンしかね。おお、すごっ、ファミリーナポリタン、やば、うん、2,3 人前らしい。そういい感じじゃん。まあまあまあ、この辺は普通の。あ、難くなってきたな。選択肢多すぎるな。ダーツとかで決めてえな。じゃあ俺決めてあげようか。ドラミちゃんランチなんだそれお子様よ。うん、かわいいな。かわいいね。ちょっとこれはもうスパッと行こう。うん、スパッと行こう。いや、生姜焼きもうまそうだな。いや、めっちゃ迷う。特のリタルでもいいんだよな。こいつもうまそうなんだよ。でかいね。いや、でもさ、このご飯の量は海苔弁と同じわけじゃん、うん、おかずがクソ多いって話になるよね。うんうん、人気だって。人気マークついちゃってるね。ソースがでも人気なの。ソースの方がいいのか。確かに人気。おー、ステーキ重。そのリベンも人気だね。牛すき焼きだって人気は。ロースカツ丼、唐揚げ弁当ね。唐揚げ弁当、これ何ソースなのかな。なんかいろいろあるんじゃない。ないね。俺おろしがやっぱいいかな。これ、うん、これお、あ、そういうことね。セパレート、ご飯が見えなくてさ。これじゃない。うわ、むずいな。でもナポリタンも捨てがたい。いや、ナポリタンにしようかな。これ、うん、でソースにしてみようかな。俺もこれにしよう。じゃあ2つこれにしよう。オッケー。2。わんぱく。わんぱくだね。ちょっと唐揚げ1個ずつつけとくわ。ああ、ありがとう。わんぱくじゃない、わんぱく。じゃあちょっと頑張ろう。やります。結局そうだ、さっきの途中だ。唐揚げ1個ずつつけたとこだってさ、サービスした人みたいお店の人みたいありがとうございますおいしそうまた来ますみたいなね。ウケるよね杉叩く、玄関先に置く。なんかこれめんどくさいやつですね。ちょっとめんどくさいのでもういいや。
優先プラス150円で何分縮まるのかなと思ったら5分でした、うん、いやいらんわじゃあね。おペイペイありがとうございます。おペイペイちょっと危ないね。なんで？おっぱい見てるじゃん。ペイペイじゃねえんだよ。おペイペイさあ、なんかログインできないんですけど。ログインしたじゃん。なんかこれでいいか。これでいいや。次で。同意して購入。コンビニ。スプもさ、多分年齢層高いじゃん、多分。ああ。そりゃみんなゴールド買うよね。確かにね。まあ今の若い子たちはあんま行かなそうだよね。うん。確かにな、30代、40代。ってなったら普通に出すよなと思って。うん。これもう予約できたのか、予約っていうかその申し込みできたのかな。うん？見てみればわかるか。一応予約申し込みしたはず。この機能すごいよね。なんかこの時間内だったら別のお店頼んでも配送料プラスになんないよみたいな機能あるじゃん今。ああ、はいはいはい、はい、すごいよねこれ。頼んだことないけど。確かに。あ、ならばみたいな感じでね。ならばならばってなっちゃうね。まあ、コンビニぐらいだったら持ってきてもらおうかなってなるよね。うん。それがならばか。そう。すなわち。これなんだ？もう取れたのか？なんかお金支払ってください的なメールが来たよ。よくわかんないね。こう。申し込み完了、決済についてのご案内。取れたんかな？知らんて。いや俺もなんか言うてそんなにさ、うん、ライブをこうチケットを取って見に行くっていうのがそんなにないからさ。いや俺もほぼないよ、うん、なんか誰か取ったやつに誘われるしかないかな、うん、それかなんかゲストとか。そうだよね。しかないな正直。ちょっとわかんないけどちょっと あとでね。まあでも申し込みはできたんじゃない、どっちにしても。そうよしやります。おいよ。
なんかね、ズタ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 って感じはするよね、うん、なんかね、ちょっ
と早いからちょっと下げようかな。コード進行大幅に変えていい？もちろん。もちろんさ。
We'll be right back.
来たね。来たかも。あ、はい。つえつえって言った。あ？つえつえって言ってた。それは嘘。ウーバーイーツです、だろうね。つえつえ。それは嘘です。嘘ですね、それは。分かってますよ、僕は。はめようとしてることぐらいは。これはめて何になる？知らん。知りません？対面で受け取ってやる。でかっ、ちょっと待って、でかい、でかっでかい、予想倍、予想倍、マジで嘘でしょ。え、でっかくね。いや、俺残す自信あるよ。やばい、え、ビッグだ、マジで。すごいの来た、ホットモットさん、すげえ。モットモットさん、モットモットだよ、ほんとに。何の音、あ、ショート、やば。いや、ちょっと店舗名はちょっと伏せとかないとあれですけどね。ご近所さんだって分かっちゃう人がいるかもしれない。確かにね。すごいっすわ。ちょっととりあえず一旦ちょっと出すよ。うん。いや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 、気持ちいいぐらいにでかいっす。でかいねー、うん、ビッグラポンです。これはちょっとガガッと食わないとダメそうだな。確かに。なんかあれだな、だって箸さ、うん、一応4つ入ってるっていうね、4人でも食べれるよっていう、ね、すごいっすね。ちょっといただきましょう。いただきましょうか。いただきます。え、ホットモットってすごいんだな。カロリーえぐそう。すごいの届きましたよ。ね。バケモン級の、しかもでかいな、全部の具が。間違えた。やばすぎこれ。ね。うまそう。しかもなんか香りが、開けた時の香りが。まあ本気で全部食えんなこれは。ちょっとね、頑張りましょう。頑張りましょう。頑張るだけ頑張ろう。じゃあちょっといただきます。いただきます。何の具から行くかって感じですよね。ちょっと一回ナポリタン行くか。うん、うめえな。懐かしい味すんな。うん。うん、懐かしい。ナポリタン、これだこれ。うん。これだ感ある味だね。うん、家で作っても絶対この味になるの。何入れてんだろうこれ。なんだろうね。確かに、うん、でもちょっと薄めに作ってんじゃない。かもね。多分俺ら名古屋だから味濃いめになっちゃうね。うん、ナポリタン作っても。確かに。カチカチ卵だけはいただけんな。うん、トロトロ卵が良かった。あ、この卵ね。うん、すごい丸いなんかに入れて、うん、全部同じ形になってるのはすごい。なんか
こちくわでかなるほどね、こうなってるわけか。うん、ソースかけるか。これはすごいね。まああとでまた完成した後にお酒のつまみとして残しとけるレベルだね、これ。まあ確かに。なんかやりながら食べる量じゃなかったね。変にドカ食いすると眠くなりそうな勢いだね、これは。これはそう。まあこれ食ってガガッと。うん。ちなみに今のテンポ感はこんな感じ。後半部分ぐらいからかけ出すわ。ちょっと前半がくちゃくちゃだから、はい、このここからね。うん、あ、うん、BPM は一応今212だけどもうちょい下げる可能性もあり。でも一旦弾いちゃったからいいや、うん、今日いじくるねスピード。うん、いや222はね早すぎた。うん、さすがにね。うん、のれん。ミスったかも。全然多いわ。今半分もいってないけど結構腹いっぱいだもん。やべ、確かにね。いつもならのもう半分以上いってるぐらいの感じで食べてるけど全然だったわ。全然よ、マジで。今ここで同じような、同じぐらい。結構もうきついよね。うん、食べれるけど、うん、なんか無理して食べるものじゃない気がする。うん、なんかさ学生の頃とかさ、うん、高校生ぐらいの時って おかわりとかでさご飯2杯とかなんか普通みたいな、うんうん、あるじゃん、うん、全くこれそういうのなかったからさおかわりしたことないから。ああ、通常量なのね。うん、その食べ盛りみたいなのがなかった。俺あったの。へえ。マジで茶碗一杯でもうオッケー。もうそれ以上は、うん、って感じ。うん、それこそさ。うん、ほかほか弁当にハマって、うん、
夕飯前に食って帰ってた。へえー、で夜飯も食うの。うん、4食やん1日。朝食わん。うんうん、いや食ってたわ朝で。昼も食うんでしょ。それ昼食うだろうな昼抜くやついねえよ、うん、なかなかいない。学生で昼抜くやついない、うん、意識高すぎだろ。まあ、その方が全然眠くなんないでいいんですよ。なだとか言ってるってそいつ絶対今日は頭いいよ、ね、レッツゴー、レッツゴー。 BPM は212212ね。はい、10下がったんだ。そう、疲れてきたもん食べる。なんか大食いの番組みたいになってきた。まあ大食いの人に怒られるけど、このぐらいで。あの人は異次元だよな。これを2、30個ぐらい食べるからね。うん、うん、こんなもんかな。いったね。お米全部食ったの。うん、ちょっとある。うん、でも逆に麺全然食えてないね。ちょっと食べるか分かんないけど一応蓋しとこうか。うん、あめっちゃ腹いっぱいです。やば、腹パンの波が来てる。うん、波って何。いやこれはまあ食えるけどね。いけるけど、うん、いやいけない、はい、あいけないんだ。いけないです。うーん、でも俺唐揚げも食ったよ。あ、唐揚げ忘れてた。1個サービスでつけて。唐揚げも大きいね。ちょっとね、思ってた唐揚げと違ったわ、俺の。あら、じゃあ唐揚げ食べて僕もちょっと一旦終了ということで。うんうん、うん、もう手終わったやん。ただ奇跡的にすげえ、あの何これたくあん、うん、だけ。失礼しました。本当に全然俺はいいんですよ。ちょっとたくあんさんにもちょっと謝っとこう。ごめんね。お、ティッシュがなくなっちまった。あれ、あざす。ああ、唐揚げあれですね。本当にあのお弁当に入ってるような。まあお弁当に入ってる。ニュフフフって言ってた。コロ先生。なんかあのあれみ、あの多分イメージしてたのって揚げたてのカリッとしたやつ。あーそう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 、うん、てかほかほか弁当の感じをイメージしてた俺は。ほか弁の唐揚げをよう覚えてらっしゃるね。いやいや任して。そんなだって食ってたもん。うん、
腹は膨れたが、うん、よし、これで一旦結構食った、うん、まあ同じぐらいじゃない、ちょっと俺の方が食ってるか、やられたわ、はあ、もう絶対一人だったらこれこの後寝てるわ、どこすか、やべ確かに眠いいやーマジで酒は飲んでも飲まれるな、あし酒は飲んでも飲まれるな、さすがに肝臓がぶっ壊れてるうん。